はいどうも、タカボンです。ファーミングシミュレーター19、続きをやっていきたいと思います。前回はですね、こちらのジョンディアの、飼料用のねコンバイン、飼料用ハーベスターとも言いますけども、こちらのね機械を購入いたしました。ヘッダー込みで購入いたしました。だいたいね50万以上しましたね、全部でね。でこちらで、トウモロコシをですね、マグサとして収穫してサイレージにねしました。であの後なんですが、これねトレーラーをね引っ張るためのアタッチメントを購入いたしました。こちらですね、これピックアップヒッチ4クラスジャガー、クラスのジャガー用らしいんだけど、他の機械にもね取り付けることができるということで、こちらのモッドをね、購入して装着してます。でこれをね装着してどうなるかというと、まずねこれをどうしようかな、そっかよいしょ、とりあえず一回ヘッド外すか、ヘッダーを外します。よいしょ、これね外します。でこれがないと、こういうねトレーラーを後ろにくっつけたいっていうのを引っ張りたいとなると、おっとちょっと一回あげますね。ものによってはこんな感じで取り付けることができません。一応ヒッチのねあれついてるんですけどね、この後ろに引っ張る部分はついてるんだけど、高さが合わなくてつかないのか、ものによってつかないのかがよくわかんないけどつきません。ただこのねアタッチメントをつけると、よいしょ、こんな感じでねつけますよね。そうするとよいしょ、わかりますか、つけることができる。でねこのヒッチの取り付け部がね、これわかるかな、油圧のホイストがついていて、油圧ホイストがついていて上下するんですよ、これ。なので高さがね調整されるんですね、ちゃんとね水平保てるようにね。なので、こんな感じでハーベスターにトレーラーをね引っ張って、収穫することが可能になると。ただね、ただ一つですね、難点がありまして、こいつをねまず外すでしょ、外しますよね。で先にこのヘッダーをつけます。ヘッダーをねつける。でヘッダーをつけた状態でこいつをつけると、やばい、ほらわかるかな、なんかねこのフロントのヘッダーがねおかしくなっちゃうんですよね、めり込んじゃうんです。なので一回外して、ほら荒ぶるでしょ、付け直すとちゃんとつくのさ。だからこのヒッチをねつける場合は、一度ヘッダーを外した状態で先にこのヒッチをね取り付けてから、ヒッチのこのアタッチメントを取り付けてからヘッダーをね取り付けるようにした方がいいようです。こんな感じでね、はい。今回ですね、収録外でねちょっと購入したこちらのね、ハーベスター用のこのヒッチの、ユニットですね、アタッチメントユニットですね、です。で物自体はこの先ほど言ったその他の中に入っているんだけど、その他の中に入っていて、モッドですね、モッド。ピックアップヒッチ4クラスジャガーっていうリザードのね、こういうものです。モッドです。なので、モッドハブの方で、これをね、選んで入れとくと、こういうふうに、ね、使えるようになります。はい。ちょっとね、便利なものということでご紹介いたしました。そしてですね、今回はこちらのね、ユニモンが別なんですが、前の牛舎で使用していたこの家畜のね作業機械を売却していきたいと思います。
よし、したら早速始めますか。まずは海潜って、海潜ってね、こいつを引っ張って、そしてトレーラーで、こいつね、こいつはもうね、クラスの、ローダーワゴン買ったんでね、もう必要ないかなと思うんでね、こいつは売ろうと思います。でね、代わりのものもね、ちょっと欲しいものがありまして、それを購入しようと思いますんで、これはもうこう、売却します。よいしょ、フォローミーね、フォローミー、フォローミー、フォローミー、どちらかな。こいつでね、このコンベアを引っ張ってきます。これもこいつを追いかけよう、フォローミー。はい、次にこちらですね、スラリーの散布機ですね、これも持ってきます。よいしょ、はい。で、あとはこいつで引っ張ります。あのちっちゃいね、コンベアは。よっしゃ、よいっとこんな感じですね、全部一応ですね、列を連ねてね、売りに行きたいと思います。すごいね、どうでしょう、売りに行く前のこんな感じで列になっていって売りに行きたいと思います。よし、行くぞまずはこいつね、でっかいからね、こういう感じで、よし、外します。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おい、切り離し、よいしょ、はい、っと、はい、ちょっと待ってね、次、こいつ、はい、そしてラスト、あれ、あ、ようやく来た、おお、来た事故だよ、事故、正面衝突ですよ、お姉さん、すいません、やべ、この辺止めとくか。そしたら順番に売っていきたいと思います。でね、なんでこっちでね売るかっていうとね、まあガレージの方からね、ここ開いて、このガレージから売却してもいいんですけど、これで売却するよりもこのショップに持ってくる方がね、 20% ぐらいね、売り値がね高く売れるんですね。なのでね、いつも自分はね、こういう作業機械を売るときは、こちらのねショップまで持ってきて売ってます。よいしょ、売ります。わ、めっちゃ安くなってるじゃあ売ります。よし、売れました。次、こやつ、こいつ売ります。マニアスプレッダーです。結構新しいね、作業機械です。最近買ったやつですね、だけどいりません。よいしょ、21,000、売却、はい、次、こいつコンベアです。コンベアはね、2セットあるんで、まあ1セットね売っちゃおうかと思います。1セットはねちょっと残しておきます。よいしょ、売却します。はい、次、
次はスラリータンク持ってくるか。はいっと、27,000円で、最後に、こちらのねコンベアを売ります。まあこれは多分ね、もともと安いんで大した値段つかないと思いますね。4,000円でした。$4,000ですね。はい、で売れました。で次に欲しいものを購入します。オーガーワゴンです。これですね、結構高いなちょっと見てみますか。こいつですね。ね、オーガーワゴンをね買おうと思ってたんですが、よく考えるともう一応作業終わったんで、今買ってもしょうがないんで、来年ねお金を貯めてね買おうかなと思います。一度戻りましょう。それから考えよう。ダメか、邪魔されたか。あ、でも動いたぞ。動いた動いた動いた。大丈夫ですね。そうだよね、畑だよね先にね。はい、そしたらですね、一応機械をね売って戻ってきました。でね、新しくねちょっとね飼料コンバイン用のオーガーワゴンをね購入しようと思ったんですが、まあ今買うもんじゃないかなってちょっと思いますんで、収穫終わったんでね、なしたのなんであいつ止まってんのあそこで。なので次の年、4年目になってからねちょっと考えようかなと思ってます。で現状でね、今ね、まあ、機械よりも藁をね取るための麦をね植える畑をねやっぱ先に購入した方がいいのかなと思うんですよ。ここですね。どうしようかな。あ、ここ自体すき込みが必要なのかすき込みが必要なのか。アルバイトでこれを引き受けて仕事しますか。そして買い取るか。そうしよう。よし、ちょっと引き受けました。でね、まずはアリオンって今俺が乗ってるやつ。まあいいや、ウェイトだね。ウェイトをつけるんだね。すげえ、窓ガラスに熱線が入ってる。ほら、アリオン650ってなってましたね。おー、すごいねこれね。ガイダンスシステムがついてる。ガイダンスなんだろうかよっしゃ、ほい。どう？5連だけどさ、これって狭いね。横に広がったりするわけじゃないもんね。自分はねこっち側のサブソイラ側の方でねいつも起こしてます。どうしようかな、多分こっちの方が早いんだよな。これぐらいでいくか。こんな感じで。よし、さらにもう一台いきますか。多分こっち、ぶつかった。多分引っ張れると思うんだけどね。
こいつは後ろに、顔をつけてるんで、整地していくんだよね。これちょっと枕かけちゃいますか。引っ張れると思うんだけどな。どう？うちのアリオン。あ、やっぱこっちの方が安っぽいね、なんかね、作りはね。向こうの方がいい感じなんだね、やっぱね。660だっけ？こっち460だからな。引っ張れるね。ガンガンいくしょ。なんか走ってる割には全然進んでねえな、こっちはやっぱり。多分これ、3往復目だよね。あー、やばいやばい。ずれちゃった。ヘルパーさん、あ、やっぱカゴついてる方がいいな。よいしょ、ヘルパー切ります。もう T7 にだけ任せます。あいつ早い、やっぱり。修理はしなくてもいいと。ペイントってあるよ。810も取られる。まあいいよ、ペイントしとけ。で、カスタマイズで、メインが、あ、こういう感じの方がかっこいいんじゃない？これにしよう。こいつ専用みたいな感じ。あ、完了しましたね。そしたら終了ということでね。はい、そしたらですね、今回はね、この辺でね、終わっていきたいなと思います。まあいらなくなったね、家畜関係の機械をね、売って資金を作ってですね、本当はですね、飼料コンバイン用のオーガーワゴンをね、購入しようと思ったのですが、まあ、時期的にね、今買ってもね、すぐ使うわけではないので、今回はね、買うのを断念しました。で、まあ、次に、ここのね、隣のね、この17番、畑17番をね、ちょっとね、購入しようかなと今考えております。で、まあ、多分来年というかね、年越えてからの、麦の工場がね、今回はね、多分少ないと思うんですね。今回麦が渡ってたんでね。こんな感じでね、麦渡ってる畑が、これ今もう渡ってんのかな？これから渡ってくると思うんですけどね。で、もうちょっとね、してみて、まだ麦がね、少なければ、この17番の畑を購入して、なんかね、麦撒いていこうかなと。で、来年というかね、年を明けてからの、麦わらね、収穫用の圃場としてね、ちょっとね、キープしようかなと思います。といった感じで、今回は、まあちょっとね、機械を売ったりなんかっていう、そんなような感じの、買いになりました。はい。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらですね、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。あと、高評価の方もね、よろしくお願いいたします。さらにですね、質問だとかアドバイスとかね、ありましたらですね、コメントと一緒にコメント欄の方に書いちゃってください。今のところですね、まあコメント全然ないんで、多分 100% ね、対応できると思いますんでね、よろしくお願いいたします。といったところで終わっていきたいと思います。それでは、またです。